このレッスンでは iPad の Outlook アプリで予定表を設定する方法について説明します。予定表の画面の上の方では予定一覧や日にち、週間で表示を切り替えることが可能です。週間表示の場合、時間帯のところを上下にスワイプすることで時間帯の表示を変えることが可能です。また、 時間帯のところを左右にスワイプすることで日付を変更することが可能です。日付表示では時間帯のところを上下にスワイプすると時間帯が変わります。また日付の表示のところを上下にスワイプすることでカレンダーで日付が変更されます。 予定一覧でも、日付の表示でも、週間の表示でも、右下に矢印のボタンがあります。この矢印のボタンをタップすることで、今日の日付に戻ることが可能です。このレッスンでは iPad の Outlook ア,アプリで予定表を設定する方法について説明しました。